4枚ラテレトだということで、今回なんですけども、なんと、今日の動画は、僕一人ではありません。さあ、果たして誰が来るのか。イエーイ！どうもー、くうへいです。イエーイ！イエーイ！やったー！お邪魔しますということですね。今回はマイクラの神風早くんにね、来てもらいましたマイクラの神風早です。お願いしますお願いします実を言うとね、僕がマイクラをね、始めるきっかけにもなった方なんだよ、風早くんは。いやー、嬉しいね。本当に意外とお互い前から知ってるもんね。ねえ、結構前からだよね。うん。ちなみにね、今回、僕のチャンネルで初コラボということでね、やっていこうと思います。イェイイェーイ嬉しいということで、風早くん、今日はね、来てもらったわけなんだけど、何か気づくこととかない？でもなんだろうな、さっきね、うん。ちょっと、ぴょんぴょんしてたら、うん。なんか一瞬ふわってなったんだよね。いや、そんなことはないですけどね、多分。そんなことはないですよ、きっと。いくよ、いくよ。うん。ほら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 なんだ今、めっちゃふわってなんなかった？なんかなった気がするだけかもしれないね、これは。ああ、気のせいか。いやいや、おかしいな。なんか、ふわっと、うん、してるな。あれ、気づいてしまったもしかして。うん。なんかちょっとおかしいな、この世界もしかしたら。ちなみになんだけど、今回はこの世界、どう頑張っても死ぬことができません。死ねないの？そう。この死ねない世界で、二人でね、頑張って死ぬゲームをやろうと思いますおー、逆にね。そう、逆にもう生きるとかじゃなくても死ぬことが目標。あー、でも、それ面白いかもな、いつもと違って。じゃあちょっと、やっていきますか。やろう。オラオラオラ、この野郎。あ、ほんとだ。これちょっと無理かもしんない。ダメージ食らわない？うん。さあ、まあ死ぬと言ったらいろいろあるわけなんだけど、うん、まあ今の時点でやっぱ落下は無理だよね。もうそうだね、ふわってなっちゃうもんね。なんかタケコプターみたいな頭に生えてるし。あ、ほんとだアホっぽいゴーレムとかは確かにあそこにいるもんね。うん、いや、こいつ意外と強いからな。強いよ。うん、そういうのちょっと通り越してくるかもしれない。ちょっと早くちょっと殴ってみて、ちょっと。いきます。おらいや、なんか、俺が悪いみたいになってる、これ。一方的になっちゃった。ごめん、ごめん、ごめん。なんか、しかもなんか、寂しそうな顔文字してるんだけど。ね、なんか、ごめんな、ゴーレム。ゴーレムさん。確かに。何かがおかしいわ、この世界。まあね、ゴーレムでは死ねないということですね、現時点では。そうだね。どうしよう。次やっぱモンスターとかだったらさすがに攻撃してきそう。あ、そうだね。ちょっと、洞窟とか探してみる？うん、行きましょう。レッツゴー。素晴らしい。やっぱもう動きからして違うよ、風早くん。もう、プロです、これ。出ちゃってる。出ちゃってる、もう。アスレチックっぽくなってるか。アスレの髪が出てしまっている。懐かしい。なかなか洞窟ないね。あ、待って。水があるということは。失速だ。できるぞ、これは。よし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 。いや、これ防がれ、なんだなんか浮いてる。なんか浮いてるんだけど。やばくない？しかも、うわ、これ取れない。取れないし、沈めない。めっちゃなんか無限に増えるんだけど。だよね。俺なんか浮き沈みしてる。ダメだ。じゃあ、窒息もできないと。なるほどね。ってなった。あ、でもね、ちょっと、蜂の巣を見つけたんだよね、さっき。あったあったあった。ほらほら、蜂出てきた。いる。じゃあちょっとこれぶっ壊してもらって。いいっすか、ぶっ壊しちゃって。お願いしますよ。いきます。3、2、1。てるとくんなんかした？してない。蜂が勝手に死んでたんだけど。そういうこと。俺ら強くなりすぎてるんだ。最強だ、僕たち今。やばいね。数々のマインクラフターの中で世界1位かもしれない。ね、たった今一番強いよ。うん。ちょっとしばらく洞窟探してみようか。そうだね。オッケー、レッツゴー。あれあの村って最初の村だっけ？早くね、多分あれ最初の村だね、これ。最初の村か。いや、でも、あれさ、鍛冶屋じゃない？忘れてたけど。そうじゃん。そう、鍛冶屋って、ああ、ここに洞窟もある。あ、ほんとだ。あ、これね、でもちょっと、鍛冶屋にマグマがあると思うから、うん。ちょっと最初試してみてもいいかもね。オッケー。さあ、着いた。着いたぞー。お、マグマあるね。これはさすがに、ちょっとじゃあ、ツルハシを作ったので。お、ありがとうございます。じゃあ俺の、運命テルト君に委ねようかな。ふんはやくん、短い期間だったけど、今までありがとうね。それでは行きます。3、2、1。はい、短かったなー。え、意外と待っておかしい。なんだめっちゃハート出てきて。ふんはやくんなんか回復してないそれ。あ、うん、いや、回復してるわ。回復してるよね。やばい。テルト君もだ。なんか、帽子かぶってる。うん、なんかマグマの帽子かぶってる。どういうことこれ。やばすぎでしょ。いや、ちょっとまずいかもしれない。まずい、こりゃ非常に。夜になってきたね。お、夜になってきたということは。あ、湧くかもしれない。モンスターたちがね、湧くかもしれないわけですよ。いるかな湧いてるかなあれなんか、あれちょっと待って。そういうこと湧かないってあるモンスターすら出ないってことこれ。それは死ねないかもしれないわ。やばいわ。あ、やばいわ、これ。待って、でもさ、ネザーに行ったらモンスター出るんじゃない？あー、いや、さすがにね、それはありそう。ちょっとネザー作ってみるか。行こう。レッツゴー。あれ？待って。なんかこっちいるんだけど。行ってみようよ。オッケー。あ、ほんとだ、いるクリーパーいる。ちゃんと湧くんだ。あ、来てる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 。飛ばせるか。これ飛ばせるよ。よしよしよし。いけ来い。夜中花火が不発したみたいな音出てたけど。ね、そしたらいなくなっちゃった。今僕の目線ではもうふんはやくんが睨んで、クリーパーが消滅してた。俺かー。覇気出てた。覇気が。うわ、俺やっちゃったか、じゃあ。消えちゃうんだ、敵モブが。そういうことか。抑えられなかったか。あ、待って、スキルトンいる。あ、じゃあちょっと、テルトくんも覇気使えるかな。よし、覇気いっちゃいます。違う覇気使ってるあ、なるほど。モブによって。ねえ、違うんだね。ね、違うね。どうやらこの世界は甘くないみたいでございます。だな。さあ、そしてね、次はね、ネザーゲートを用意しました、なんと。お、来た。いや、ここはね、もう一番死と近い場所だと思ってる。そう、俺はもう期待大だよね。うん。いきます。スリットワン。今、面白いこの状況やってる。すごい今俺に何かしたかみたいなすごいすごいすごい。どんどん気づいたら敵倒してるもん。最強になってしまったかもしれない。だな、俺たち強くなりすぎたな。よし、行きますか。行こう。お、来たぞ。おー、早速敵がいるね。そうだね、マグマキューブ。いや、ワンチャンあるかもしれない。いや、押しつぶされたい。どうなる？来い！あ！これダメだ。ダメだこれ。うん。スライムが本物のスライムになっちゃってるこれ。ねえ、うわすごい。これおもろいなでも。マグマブロックとかは。なんか浮いた。めっちゃ跳ねる。めっちゃ跳ねる。これダメだ。ってなったらもう無理じゃないこれ。そうだね。これ、どうすればいいんだ？あ、でも待って。唯一の方法があるかもしれない。何？マイクラには、奈落があるじゃん。あー、あるね。奈落に落ちたらもしかしたら死ねるかもしれない。それいけるね、多分。奈落ってどこにあるんだ？俺が知ってる限りだと、エンドかな。エンドですか？エンドだね。行きますか。行きましょう。レッツゴー。行けー。さあ、ということでね、あれからネザーでエンダーパールを集めて、遠くへ来たんだけど、まだ見つからなさそう。まあでも、そろそろかもね。だいぶ来たよね。うん、だいぶ来た。ていっ。あ、でも、なんか近づいてる気がする。本当にもうちょい先ぐらいかな。オッケーオッケー。レッツゴー。ゴー。よいしょ。あ、今、後ろ下がってった。え？ここだ、多分。え？この下？下にある？うん。オッケー、じゃあ掘っていこう。よし、どんどん掘っていくぞ。よし、この下だな。もうこれは男の直下掘りでも我々は死なないんですよ。あ、そうだね。安全が保証されてるね。むしろ死にたいんですよ。そう、落とし穴あってもな、多分知らないんだろうな。早く上見て。え？ふわっ。いや、ゆっくり降りてきた。あ、安全着地。さあ、どんどん掘っていきますと。奇跡的にやられないかな。やられてほしい。でも絶対やられない自信しかない。うん、そうなんだよね。あ、来た来た。おー。ここでじゃあポータルを見つけないとな。どっかにあるはずだ。そう、結構ね、なかったりするからポータル。あ、クリーパー。あ、やってしまった。やっちまった。なかなかないな。下にあるのかな。あ、そうだね。お、結構下だ。かなり下まで来たぞ。なんだこれ、広すぎるぞ。そうだよな、広いんだよね。エンド要塞。行き止まりだ。ね、なかなかない。やっぱこれはプロマインクラフターの風早くんの顔を信じます。お、よし。じゃあ、いや、ここはあれだな。上かな。おお、さすが。いや、こっちだな。感じる感じる。ここらへん。まあ。あ、あった、あったあったあった。ここだー。ナイス、やったーやったー。え、しかも3つはまってるじゃん、すでに。お、これ結構レアだよ。レアすぎる。シルバーフィッシュ湧かない。湧かない。うん、珍しいな。ないけどな。そんなことあるんだね。うん、ね。まあ、これ2個だけはめられるな。えい。はい、はい。あと、4個足りません。静かに死んでいかないで。うん。やられられないんだ。ということで、4個集めるまでカット。さあ、ということで戻ってきたんだけど、はい。見てください。風早くんがね、シルバーフィッシュでお手玉しています。いや、これ、意外と面白いわ。見つけちゃった。この世界の楽しみ方。うん、楽しみすぎでしょ。さあ、ということで、はめていこうと思います。きたー、ついに、いけるか？くれ、3、2、1。おー。おー。どう？いきますか。風早くん？後ろ。え？ちょん。ああ、来た。さあ、ということでどんどんね進んでいきますか。まずはこう。いや、でももしかしたらエンドラだったら俺たちを助けて倒してくれるかもね。あ、確かにワンチャンありえる。さあ、エンダードラゴン選手のお出ましでございます。おお、来たか。エンダーマンを触れるだけで倒す男。全然目見ても大丈夫だ。飛んでる飛んでる。さあ、降りてこい。エンドクリスタルとかも気になるな。確かに爆発食らうのかな。ちょっと行ってみるか。あ、そうだね。レッツゴー。よーし。いや、爆発、そう、やられそうだけどね、一番。え、あれ、今なんか、あれ、今パリーンって言ったよね。もしかして近づいただけで壊れたパターン、これもしかして。マジで？あ、真ん中来た！いけるいける！行くぞー！ちょっと待って！エンダードラゴン見たことない動きしてる！あれぶってるんだけど！やばいって！やばー！なんでこいつの方が苦しそうなんだ。めっちゃ荒ぶってて草。どうなってんのこれ。ダメじゃんこれもう。ね。うわ、さすがのエンダードラゴンでもダメだったか。これエンダードラゴン乗れない、もはや。いけそうねえ。どうちょっと乗ってみて。えっすり抜けていった。ダメだー。小早くん、うん、やっぱ我々にはやっぱあれしかないよ。もうあれしか残された道はないらしいね。どうやら一緒に行こうじゃないか。行こう。いやーでも行けるかな。いやこれ失敗した時が一番怖いけどな。いや怖すぎるよもう。まあでも失敗してもテルト君がいるからいっか。これ一斉のでどっちをもうこれ。そうだね、寂しくない。じゃあこの先っちょでね。よし風早くん。なんだいテルト君。僕たちはついにここまで来たよ。いやようやくだったね。そう、今日は一緒に死のう。死ねるといいね。それでは行きます。3、2、1ジャンプ。えっおえこれどうなるんだ。確かに。怖い。嘘でしょ。そんなどうなったこれ。ビヨーンって。嘘だ嘘だろ。ということでふはやくん、はい、どうやらこの世界では死ねないみたいなので、僕たちねここで2人で暮らしていこうと思います。まあ2人だったらエンド暮らしも悪くないかな。悪くない。はい、ということで、検証結果、死ねないでしたー。イエーイイエーイじゃないか。あー、惜しかったなー、でも。惜しかったー。ということでね、この動画が面白いなと思った子は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。空早くんのね、チャンネル、概要欄に貼ってあるから、ぜひ、チャンネル登録よろしくね。お願いします。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。